で、いよいよこう今ですよね。行き着いた先。行き着いた先。今、こう、四十半ばになって、僕らが、今実際何を使ってるかっていうのを今日は一応持ってきたんで。そうですね。ちょっと見てみますか。うん。今井さんの見ますか。見ますか。はい。これは珍しいよね。もう、そうですね。4、5年ぐらいは落ち着いてるかも。とうとう。長いですね。とうとう。落ち着いたかと。落ち着いたかな。うん、どうかな。そう。わかんないよね。これですね。はい。DW。ね。DW は DW でずっと、ここのとこもう30代の後半ぐらいからは DW でしたけど、いろいろ DW の中でも行ったり来たりやっぱ僕の場合するわけですよね。はいはい。で、最終的に行き着いたな、この5000。うん。もう今、あ、でも一応変えるのか。変えるけど、現行モデルとしてはこう、しょぼいスペックのやつですね。うんうん、そうか、そうかもね。うん。アンダープレートがなくて、うんうんうん、シングルチェーンで、うんうんうん、で、カムは変身ってやつですね。ああ。真ん中からずれて、ずれて。カムがくっついてるやつ。いびつになったやつね。そうです。ほうほうほう。でもこれ、偶然というか、今売ってる6000ってペダルとほぼほぼスペック一緒なんですよ、はい、実は。ほうほうほう。だけど、僕が買った当時ってそのスペック売ってないんで、当時もアンダープレートもあるし、あ、そうかそうか。うん。っていう、このベアリングも入れ替えたんじゃないかな、この品。あ、そういうことなんだ。いろいろね、変えてる。なるほどね。で、実はこのアンダープレートなしにしたのも、去年末とかだと思う。つい最近だよね。あ、もともとプレートついてたってことか。もうね、正確には覚えてないけど、これ何個位置になってるかわかんないわけ。あー、なるほどなるほど。うん。フットプレートは多分、こいつとこいつは別の時期のやつだと思う。へぇ。これはもともと多分ね、あれよ、布、フェルトじゃない、布のストラップのペダルについてたポストプラス、うんうん、これは多分このカムと一緒の時期のフットボードに、うんうん、これ後からつけたヒンジに、うん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 、これも多分、ストラップの時期の、このラジアスロットに、うんうんうん、で、後からこれじゃちょっと力が足んないっつって、フットボードは別で買って足して、はぁ。で、また取ってとかずっとしてる。なるほど。やっとこのスペックに落ち着いたけど。落ち着いたってこと、うん、へー。っていう今状態ですね。なるほど。じゃあいろんな時期のものが。そうです。詰め合わさってできてる。そうなんです。はー。まあだからね、オンリーワンのペダルにはなっちゃう。まあそうか、そうだね、うん。売ってるもんじゃなくなっちゃったってことだよね。そうなんです。西さんは？なんか2個並んでるよ。そうなんですよ。一応今、これ、メイン。で使ってんのこれ。これ古いんだか新しいんだかだよ。そうそう。これね、新しいやつですよ。うん。多分、なんだ？生産もう一回し始めて、うん、限定台数かなんか作ってたんだよね。その時のやつを、掘り出し物で見つけて、買ってるはず。しかも、国産だもんね。あー、でもそうかもしんない。玉だよね。そう。バイ玉っていうのが一応書いてあります。玉がライセンス持ってた時期にまた再生産したってことなんだよな。だね。まあ近年だけど、うん、でも、ここ5、6年とかなのかな。だよね、うん。うん。だね。そう。ハムコはそれこそ昔20歳ぐらいの頃にスタジオにバイトしてた時にさ、貸し出しペダルでね、あったんですよ。もうボロボロのカムコが。うんうん。でもすごいやっぱ人気があったのよ、うん。うん。レンタルでよく出て。スタンダードだよね。ってことなんだよね。やっぱ踏みやすいっていうので。吹奏楽部の部室にあったもん。へぇー、うん。先輩持ってた。なるほどね。そう。だからこれに今行き着いて、シングルチェーンね。どこまで戻るんだよって話だよね。その、先祖帰りがさ。そうね。実は古いんだよね。そうそう。設計はものすごいさ。元祖に戻っていってるのでね、うんうん、プレートもなくなって、うんうんうん、っていう唯一だからなんだこのベアリングはほら一緒だよね。そうだねきっとね。カノープスのね、あ、そうベアリング、ね、スピードスターベアリングかな、変わってる、うん、ここだけちょっとドーピングしてる感じですけど、ね、そうだねね、うん、っていうのに改造されてましたけど、これも得意の中古で買ってるんで、もうこのスペックなった状態で、はい、手に入れております。私はなのでなんかここはハイスペックになってましたね。これ驚くほどさ、似た着地点に行くっていうね。まあそうね。20年前の。そうだね、だから。ハイスペックなペダルを使ってたのがね、信じられないよね。そうだね、確かに。別に示し合わせてもいないのに。そうね。こういうことになっちゃう。シングルチェーンの。そうね。プレートなしの。そうね。面白い。年を取るっていうのは。
そういうことなのかもしれない、そういうことなのかもしれないなんかこう時代のそのなんて言うんだろう、流行りとかももちろんね、うん、そうだね、サウンドのあの流行りとかももちろんあると思うんですけど、うん、あとはまあ単純に操作性とか、うん、あとは持ち運びです、軽いそういうところにも気にしてくる、うん、そうだよね、問題でありますけど、うん、そうなんです、僕はだからこれとあとはあのこれの、プレートありのつもりで一応こういうパーの古いやつもすげえほこりかぶってるけど、これもすごい現役ですよ、あのなるほどな、太鼓があの華奢すぎるバスドラムが小さいとかいう場合は、うん、これの方がまあ下が安定するから、こなるほどとか、あと逆にでっかいやつ、この間も24インチとかのキックを踏むと、さっきの華奢なのだとさ、もう足元がもう不安定すぎてグラグラしちゃうね、そう負けちゃうからでこれに変えたら踏みやすかったから、これを使ったりしてますけど、なんでこの2大体制で、まあいずれにしてもシングルチェーンのですね、うん、プレートあるかないかって、深淵カムなんだよね、そう必ず深淵カムじゃないと、はもうね気持ち悪い、変ななんていうんですか、化学調味料は入ったものを一回食っちゃうとさ、やめられない気がするあれがないと物足んないみたいになるからね。そうそう、なるんで、うん、そっちの体になってるんで、もうだから僕は一応深淵を追いかけてるんです、ね、なるほどね、はい、でもね、たまにここスタジオは大体あの変身カムが多いじゃん、うん、このね、アルチョンケのスタジオって、うん、たまに踏むと踏みやすかったですいやでもこれにごまかされちゃいかんお前が鍛えてないのがいけないんだっていうところで僕は知ってます、なるほど、ストイックだなしますよ、いや迷うじゃんね、やっぱそうね、そうなんです、迷わないよ、うん、という2台を一応使い回してますけども、っていうのが今のところの僕の流行りでございますよ、はい、だから言ってることはなんか一緒だよね、そうね、でパワーが欲しくなると僕もやっぱりあのアンダープレートつけたりとかしてたのは、ね、で最近もうそういう音楽やんなくなっちゃったから、うんうんうん、みんなやってんでもう撮っちゃいましたけど、うんうん、時代とともにこれがまたね20年後何言ってるか分かんないですから、ね、やっぱツインペダルでどこどこ痛いみたいになるかもしれないしねでまたほら新製品が出る可能性もね、うんうん、1年ぐらいするとありえるから、うん、またペダル、あ昔ってあんなペダルだったよねとか言ってペダル自体のね、うんうんうん、形が変わってる可能性もあるので、うん、なんとも言えませんが、そうですね、今のところ2021年1月いや2月、うん、現在では一応この形に収まってるというところですね、はい、はい、ね、せっかく今回、まあ、ペダルを引っ張り出してペダルの話をしてるんで、ここからちょっと、まあ、回を、分けてですね、ペダルのスペックの話だったりとかっていう話を、うん、話していけたらと思います。いいですね。ね、引き続き、続編をお楽しみにしてください。マニアックですよ。おそらく。いや、いいと思いますよ。はい。ね、はい、ということで、今回は、2人の今持っている今流行りのペダルを持って、こういう感じですね、うん、最新の流行りってすげえ古いんだよペダルね、実は古かったっていうのを、ご紹介しました。はい、本日は最後までご視聴いただきましてありがとうございました。